2011年プチルマンはアメリカ合衆国ジョージア州ブラセルトンにあるサーキットのロードアトランタで毎年一度開催される耐久スポーツカーレース。フランス西部自動車クラブが主催するルマン24時間レースに準じたルールを主に参戦するレースカーを追加するといったような必要に応じた修正を若干加えて本レースに適用している。多数の監修たち ロードアトランタのオーナーのドンパノスによって、プチルマンは創設され、イムスサの GT 選手権の一環として1998年の10月に第一回のレースが開催された。翌1999年にはアメリカンルマンシリーズのシリーズレースの一つとなった。2010年と2011年のレースでは、インターコンチネンタルルマンカップの選手権レースも兼ねていたが、2012年の レースでは、その年に新しくスタートした FIA 世界耐久選手権の開催スケジュールから外れ、代わりにバーレーンが選ばれていた。その開催カレンダーが公表された後、多くの論争を引き起こした。2014年にはアムズに代わってその年にスタートしたユナイテッドスポーツカー選手権のシリーズレースの一つとなった。1998年から2013年までは、 プチルマンは1000マイルの走行距離の上限に到達するか10時間のレース時間の上限に到達するまでレースが行われる。例外は2009年のレースで雨で中断して1000マイルの走行距離に到達せずにレースが終了している。2014年以降は走行距離の制限は撤廃され10時間のレース時間の上限の規定のみとなった。レースカー1台につき2人。 または3人のチームを組んで争うクラス優勝に加えて LMP と LMGET に分割された異なるカテゴリー間でも総合順位が争われる。本レースのクラス優勝者は翌年のルマン24時間レースの招待状を自動的に受け取ることができたが2012年よりレギュレーションからその規定は削除された。リナルド・カペロは二千年、二千二年、二千六年 2007年及び2008年の5回の最多優勝の記録を持つ。2014年以降は、ユスシシー内の2区の一戦となっている。2015年は初めて GT カーがプロトタイプカーを抑えて優勝している。豪雨でコンチネンタルのワンメイクタイヤを履くプロトタイプカー勢がグリップに苦しむ中、タイヤ競争のあった GTLM クラスのミシュラン勢が実力を発揮して、 総合上位に上がった。レースは2時間余りを残して、レース終了が宣言され、ポルシェの LMGT 委員は優勝を果たした。ありがとうございます。